こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。えー、Amazon オーストラリア初のテレビコマーシャルというのをね、えー、記事で見かけました。まあ、オーストラリアアマゾン始まってね、えー、もう4ヶ月半、えー、経つわけなんですけど、えー、やっとコマーシャル開始したと、ねで。システム的には、えー、これオーストラリア,アマゾンのページなんですけど、まあ、以前はね、えー こんなふうなページで、で一旦ね、えー、見た商品がここに並ぶようになったんですけど、ま,あ、また元に戻ったと。まあ、システムの方のね、えー、完成がまだちょっと、えー、遅れてるかなという感じですけど、まあ、オーストラリアマゾン、何しろね、えー、利用者が、まあ、他の国に比べてまだ少ないんでね、えー、その対策に、まあ、オーストラリアマゾンのマーケットプレイス開始4ヶ月半にして初めての広告キャンペーンを開催と。まあ、これで利用者が増えると好都合ってとこですね。 現在、FBA システムはほぼ合格点と。ただ、まあ、リコメントシステム、まだ可能してませんのでね、このリコメントシステムは稼働するのと、あと、セラーセントラル、それとスマホの不具合、バグが結構あるんでね、まあ、それが治って使いやすくなるのが待ち遠しいという感じです。まあ、いずれにしてもね、やっぱりオーストラリアも、まあ、一番売れるのは、まあ、ホリデーシーズン。 ボクシングでクリスマスクリスマスマの翌日が、まあ、一番売れてね、それに向けて、まあ、あと8ヶ月あるわけなんですけどね、どの段階でアメリカ並みにきちんとしたシステムになるのか、まあ、待ち遠しい感じです。まあ、今のところはね、そんな焦らず、まあ、オーストラリア、どんな商品が売れるか探しながら、まあ、ぼちぼちやっていくと。 システムがね、本格稼働したら売り上げグッと増えますんでね、まあ、その時ガツンと商品入れる、えー、ように入れられる商品を見つけておくという形です。まあ、他の国と違ってね、リコメンドシステムが、えー、稼働してないんで、えー、商品探しは、まあなかなかね、えー、行き当たりばったりで出すと、まあアメリカだったら売れるような商品もオーストラリアで売れないというのがありますんでね、まあいろいろ売れる商品を探す方法、えー サポートしながら、えー、見つけてきますんで、まあ、どんな商品が売れるのか、こんな商品どうですかというようなね、えー、質問があれば、えー、ご質問お待ちしてます。そんなわけで、まあ、今日はオーストラリア,アマゾンが初のテレビコマーシャルを開催するというお知らせでした。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。